カナプリの愛と元気と勇気が出るラジオ。カナプリよ上水由きです。よろしくお願いします。Thank you! 今日はですね、この間さダニエルのやつ、急に来たねって言われてたね。あダニエルの話ね、そう今日のはね、そううん、ダニエルの話したいんですよ。で、<ー>ちょっと前になっちゃいます。うん、もう1か月以上前になりますけど、ダニエルさんが突然ね、 うん、インタビューに登場して結構反響もあったりとかしたんですけど、うん、そもそもそのど,ういうどう誘って来てくれたんですか突然 <laughs> あまあでもさ私たちは私たちはって言っちゃってね、はい、あのメッセンジャーとかそのインスタグラムのメッセージでやり取りは何回かしてるのよ本当に。に、ねね、言ってました、ね、この間もんねちょトと途切だけど長くやってるみたいな、うん、そうやっぱ継続的にメッセージが続くからうん、うん あのラジオに出る前はやっぱり何かことあるたびに僕をアシストしてくれよっていうわけんだアシストって言っててまあお金をくださいってことなんだけどねだけどそうやってもらうお金じゃ嫌よって言ってたからさじゃあなんかこうやっぱり何かオファーしたの、うん、オファーなんかじゃあラジオに出るとかはどうってそれで出たその出演料を払うわとかさ。ははははいはいはい、はい じゃあや,るやるって言ってスケジュール調整してそれが出たのがあの日だったってことへえー、そうなんだ。うんね、何を喋ればいいんだみたいなこと言ったけど <laughs> 何も喋るってかまあおめえが私をだまそうとしたこと言っちゃうぞとか思ったりしたけどまあまあだけど <laughs> うん、うん、やっぱりあのまあ本当に若いかった私にさうん、うん、あの。 若かった自分にチャンスが欲しかったとか、なんかそういう風な、やっぱりちょっと重なる部分があったからさ。うん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 。お、じゃあチャンスを与えれる大人になろうっていう私の気持ちもあったんだ。多分ね。うんそれがどう転ぶかは分からんかったけどさ、あのズームとかで喋るのありって言ったらいいよ,って,っ,っ,てっ,いいよって言ったから、あ、オッケーって言ったんだけどさ。 ちょっと私も反省しちゃってさ<う>彼の言ってる英語が全く分からなかったからさ困っちゃったなと思って、うん、いやちょっとそうそういや来てみて分かった,分かったけどちょっとこれイベントするにしてもねちょっと難しいなって思ったんう、ね、かな言葉がねだからいいチャンスいい経験だったけれども、うんうん、本当に私の英語も わからなかったし彼の英語が私が理解できなかったことがあの恥ずかしかったの正直 <laughs> <laughs> い,やいやでも結構難しかったと思うからな,なんかあまあだけど良かったけどね楽しかったからうん、うん、飽きてくれたの嬉しいなと思ってまあいやそれは本当に嬉しかったですびっくりしな、ね、い,い子だよねいい子だけどナイジェリアの人ってねちょっと格好つけが多いんだってへ<ー>国民性なんだと思うんだけど格好つけとったよね十分ね インタビューでは分かんなかったけどあのかなまりさんからインスタグラムのアカウントをちょっと「これこの感じです」って見せてもらって「うんうん、めっちゃかっこつけとるやん」とは思った。<laughs> <laughs> かわいいでしょかわいいでししょねえあの勝手に拡散しちゃいかんと思うからダニエルのインスタあの教えてっていう人はあの DM ちょうだい。<laughs> <laughs> そうね、あの勝手に貼るのは良くないと思うからね。<laughs> うんね。うん、可愛い,い子よ。本当にうん、うん、やっぱりなんか若気の至りなところがいっぱいあってあなんか本当に懐かしいなみたいな気にもなったし。でもあの時のさ感想結構もらったんじゃないの。でもらいましたよ。なんでちょっとえっ、ー、といくつかご紹介していきましょうかね。あの、インタビュー会のね。うんうん。はい、えっ、ー、と。山芋ま,まいもさんえー、ダニエルやばい。 えー、日本語の音声コンテンツなのにゴンゴン英語が進むのはやばい本人たちも微妙に通じない会話 <laughs> 体当たりすぎるやばいこれはやばい <laughs> とにかくやばいって書いてます、ね、<laughs> やばかった <laughs> や井いもごめんね私もやばかったもんでみんなやばかったもんで、うん、あれはあれでよかったよいやいやそう体当たりをやっぱね評価していただいてるんじゃないかな そうだね、いや、やばいかった楽しかったけどね、いや、本当に。いや、僕ももうね、あの、すごい。楽しかったよね。楽しかったですよ。ちょっと配信できなかった部分とかもあったんですけど、まあ、ただ、ね、すごい、一時間ぐらいインタビューしたんですかね、実際はね。結構いろいろな話聞きました電波もちょっと悪かったよね。彼が切れたりとかもしてたから、ちょっとそれもったもんね。うんうんはい、続きまして、かえさんですね。お、お、お、かえちゃんじゃん。はい。 プリさんはやっぱり本当にすごいです。<laughs> 面白いね、その感想、うん。すごさが伝わってよかったですね。いや、分からんわ、ほ <laughs>、うんと。いやいや、ほんと、あなたも参加してよねって言ってね。いやいや、ほんと参加してくださいよね。おねねダニエル会でも。ダニエル会、まあ、<laughs> にカエさんとダブルゲストしますか <laughs> <laughs> いや面白い、ね、<laughs> はい、うん、ぜひあのオファーさせていただきますのでその,せその際お願いいたしますはいなつさん、えー、ひょえかなぷりさんが慌ててるのが想像つくそして突然終わるこのドタバタ感も最高ですなっちゃんは私本当とお世話になってなっちゃんねはいはいはいほんになっちゃんとは英語で話したりとか だけど私の本当焦りが伝わったんだねなっちゃんありがとう本当 <laughs> 大変だったんだから <laughs> あんたが助けてよと思っちゃったよに <laughs> 確かに確かに夏美さんならなんか切り抜けられそうな気がしますね、うん、ねえうんチッチさんですね、うん、いつも楽しく聴いてますまさかのダニエル登場前回の「四蛇じおっか」からの急展開に驚く一方「やっぱりな」の思いもあり吹き出しちゃいました ええー、かなちゃん、いつも笑顔、とパワーをありがとうございます。いや、ちっち、thank you so much。本当に。あの、私もね、何かを聞いてて、吹き出すっていう行為が大好きなのね。<laughs> なんだ、これって <laughs> みたいなさ。<laughs> めっちゃ笑っちゃうのって、幸せだよね。<laughs> う,んう,んうん、うん、うん。そうだよね。来ちゃったよ、ダニエルって、笑っちゃった、笑っちゃってくれたんだね。ちっち、ありがとう、thank you so much。いや、もう、そこはもう、嬉しいですよね。 出落ちみたいな感じでしたからね来るんだみたいなところがあの回の一番見どころだったんであなたってね本当にそれでおどおどして英語お互い喋ってるダニエルはちょっとさ通じなさすぎて途中イラついてたイラつき始めてたよねそうなんですよだからちょっと配信するにもダニエル切れてるみたいなのもちょっと配信しづらかったんであの。 突然終わるような感じになっちゃったんですけど、うん、ダニエル消えてます。私、あの <laughs> 英語ももちろん苦手。てか、アクセントなる苦手だけど、アクセントなるに <laughs>、はい、英語も苦手だけど、数字も苦手だったね。あの時なんかさ、あの彼も多分勘違いしてたと思うんだよね。自宅からそのキャンパスまでどれぐらいかかるんだっていうので、多分近いんだけど、うんうん、本当はその自分のホームタウンのところからキャンパスをな。 なんどれぐらいかかるんだということを向こうは多分しきりに行ってたと思うんだよね。そうだよね。わかんない。僕全然何言ってるかわかんなかった。数字でさ、うん、数字がなんか長いこと時間かけてあのキャンパスに行ってるなみたいな。え飛行機って言ってたっけね。なんかよくわかんない。い<や>とにかくわか,かんなかったね。<laughs> <laughs> とにかく二人がすれ違ってることだけわかりました。あのあこれやばいぞっていう気持ちも伝わったんだろうね。うんうん、誰にもみんなにもそれが。<laughs> それでややばばいいそそそそそりゃ,そりゃ,そりゃやばいよねそりゃそうだ <laughs> でもそれが伝わってやっぱすごいですよね。あの音声でさあなんかすごい噛み合ってないんだろうなみたいなのが伝わるってのは <laughs> すごいね面白かったね。また呼んじゃうかね。また呼びます <laughs> ちょっと <laughs> また切れられるんじゃないかな大丈夫かなどうでしょうだけどあの <laughs> メリークリスマスマダムティっていうメッセージもらったけど、ね。へえつけてる。 でそうなのよちょっとカッコつけるとこあんだよね <laughs> なんかさ <laughs> なんだよなと思っちゃうんだよねカッコつけてるわちょっとね, <laughs> っとねそういうとこがねまだ感想あるので感想はね以上なんですけどはいはいちょっとどうでしょうねもうダニエルさんはだからその後はもういち友達って感じで普通にメッセージアイドルしてるって感じなんですかねまあでも お金をアシストしてくださいっていうのがなくなったよね、うん、あ友達になったのかなやっぱりまああのこのこのかなプリじゃあ僕の欲しいものは届かないと思ったからもうあの優先順位から下がっちゃったんじゃないなるほどそっち <laughs> そっちでしょ <laughs> 若いんだもんそうじゃなかっただってあー 若いでもそっちの自分のやっぱり欲望の方が大事だからさその成長しようなんて思ってないでしょ若い時なんてうん成長しようなんて思ってないでしょって面白いね <laughs> そう思わないだって若い時にうん、うん、あこれはこの苦境は僕の成長にあの絶対いいんだと思ってやらないでしょ若い時どうだったはあ怠惰でしたね <laughs> でしょ。<laughs> いや欲望があってそれが叶わないんだった時の捨て腐された態度とかね。もうそれしかなかったよ私は。いやいや僕もそんな感じでしたね。あなたもですか。はい、<laughs> だけどねたダニエルのことだけ言ってられないねだから。そうですね。お互い様なんだからね。確かにそうなんです。ずっと酒飲んでましたもんね。あー僕本当。酒飲んでただけだった。あでもバンドやってたじゃん。 バンドを時々やって主に酒飲んでます。ほいでバンドで食っていく気であおったの、あのー、食っていくぞっていう気持ちでずっと酒飲んでました。ああでそんでうまくいかないなって,って酒飲んで酒飲んでるって感じ。んでだろう映画じゃんそれ映画。あのダメなやつ。ダメなやつの咲いてあ、うん、るもんですよ、ね。まあ面白いじゃんさいいんだだからさ。そういういもありますよ、ね、生ってるだけで。うんうん ダニエル反省してるんじゃなくて、私も若い頃の反省出てきちゃう、やっぱり。いわか,かる、わかる。で、あんただって、本当に若い頃の反省したじゃん、今。もう酒飲んでばっかでしたね。まあ、じゃ、よ、もうよしにしましょう。もうよしにしましょうね。<laughs> ダニエルさん、じゃ、ちょっと健やかにね。うん、あのー。そう,そう、私がダニエルの良さをあんまり引き出せなかった。 た反省はやっぱりあるから、あのまた呼ぶときに呼んじゃうからね、勝手に。ね、勝手にズームに入ってきた時は、今日はこの日かと思って受け止めてね。わかりました。突然来た時は、あの当たり前のように、うん。もうその時は本当に私言わんからね、次は。いやも大丈夫、もうだいぶ、もう準レギュラーだと思ってますから。で <laughs> 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 いや、面白い。いやダニエルは可愛らしい。うん、てか、まあ、本当にすべての人はね。うんうん、アホみたいで可愛らしいよね。 私も含め、<laughs> あなたもよ、あなたも自あ、<laughs> アホみたいでさ。<laughs> そこが愛おしいじゃないですか、本当に。あ、そうですね。アホみたいな感じでやっていきたいですね。本当に。やってこう、本当に。うん,う,んうん。空を見上げて、空が綺麗だって言って、さ、健やかにな。<laughs> いや、それはちょっとやりたいね。あのー。いや、あれ、じゃ、やりたいねじゃなくて、それ普通に今できることだから、やんなさいよ、ね。いやできないって、それは公園とかに行かないと。 え、窓を開けてもうちょっと行っちゃってみたらいいじゃん,もん <laughs> <laughs> 玄関出てさあー,、うんうん、ーって海あげてあ窓、窓空が綺麗だって言うだけだもうそんな難しくないあのハードルを高くしすぎてるんだろう、ね、そうだねでも確かに、うん、パーフェクトデだ僕にはできないみたいなはい、はい、なんかそういうとこもあるんだろうねうん,うん。これに関してはねこれに関してはねいやでも空はねいける空はいけるあのね対人関係とかじゃないからいける空はうん いきますだけどさ私たちには本当にまろやかでさ、はい、穏やかにしゃべるから心の準備は多分できてないと思いですよ。え <laughs> 時は過ぎてっちゃうよあだからあのこクラブハウスとかさなんかああいうのって心の準備できてるじゃない喋ろうと思ってうん、うん、道歩いてて別に喋ろうって心の準備してないからあーそうか,なんかおおってなる。 道を歩歩いいててるるとは黙々んだそう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 だから自分の世界なんだきっとねあそうだと思う一人で歩いてる、ね、じゃそ,うそういう人は無理にね喋っちゃいかんかもしれんね <laughs> 私みたいに人と喋りたいと思ってさ歩いてる時は自分の時間だと思ってたらあれだけどさ誰か面白い人おらんかなと思ってさ、うん、もう準備万端だもんね私外に出たら。 すごいねいや嫌、ね、じゃないよ <laughs> いいと思うよそう、うん、でもオフオフの時もあるよなんかまう無理だっていう時はさあのド,ドローンとしとる時もあるからさドローンって液体になった時かよく <laughs> うん時もあるからね、うん、まあ、いつでもじゃないけどうん、うん、やっぱりなんとなく元気な時はあのフットワークが軽いよね,そうだ,ねだからあの心の準備もスッとできるよね そうですね <laughs> 元気になりたいなみたいな病み上がりだからねしょうがないけど <laughs> いやそれはちょっとあるかもしれないうんちょっと疲れすぐ疲れちゃうんじゃない体力つけないとダメだだってカナプリさん前回の話もあったけど、うん、朝あれ何え何、ー、えっと移動してきてアメリカから、うん、その翌日に朝5時から歩き回って、うん、午前中ねで午後からオフ会でで夜まで とかやってるわけだからちょっとね体力すごいよあだけどあのあ,れあのイベントで3時からだったからさはい、はい、一旦うちに帰って15分目閉じようって時あったようんではいリセットして行きましょうだったから、うん、あでいいんじゃない忙しいビジネスパーソンみたいななんかだったじ え遊びが忙しい <laughs> あの野原の少年みたいな感じだったじゃ <laughs> <laughs> ないランドセルをかえて投げて遊びに行ってくるねみたいな子だったと思うよ、うん。だけどね実はね、はい、あの旦那が一日バテちゃって、うんはい、で彼はねリモートウォークなんだよね。はいはい それもあるんじゃないって友達に言われたんだけど、はい、あとやっぱりこの旅行のために仕事をめっちゃ頑張ってこなしておくから気が抜けちゃって、うん、ふっと力が抜けちゃって熱出ちゃったっていうのもあるかもしれない。ほんだもんで、ね、私はさでも都会のホテルはさ区切りがなくて一部屋ならないからさ、うん あの申し訳ございませんがあのマスクして寝てて寝もらっていいですか結構厳しくあ、うん、あののもうあの私たちとは関わらないでくださいね私が移ったら困りますんでって言ってねあのベッドもさあのクイーンサイズをシェアしないといけないから本当に端の端の方に行ってさ、うん、彼に背を向けてさ絶対にあの彼の空気を吸わないとか決めちゃって。<laughs> <laughs>

いろんなあの体の中のケミカルいいケミカルが出て元気になるよって言うからさうん、うん、もうあ,あれよ本当に笑う角には服着たるだからねあ,<ー>あの何にもなくても笑っちゃいなさいよって言ってね、はい、もう一回ダニエル海来て「あ出たなは!」って吹き出しちゃえば <laughs> <laughs> そうっすねうんそうしないよ本当爆笑しながら歩きますよもううん引きずってちゃダメよあんたそうねうん 元気出していきますいや見上がり感満載でいいね <laughs> 面白いねまあ元気空見上げておいでほいではいちょ。この後空空でいきます、うん、はい。みんないつもありがとうね Thank you so much ありがとうございましたそろそろお時間となりました楽しみいただけましたかこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしております かなプリさんに相談したいこと、やってほしいことなど、何でも大歓迎です。お便りは番組概要欄をご覧いただき、フォームからご応募いただくか、またはハッシュタグ、かなプリ地球ヨガでツイートお願いいたします。かなプリ地球ヨガのメンバーも随時募集中です。ご興味のある方は番組概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。